日本の機械式暗号は日本における機械式暗号。日本の陸軍と海軍は暗号機を独自に設計開発運用し、次の通りに正式名を付けた。陸海軍で偶然に正式年が重なると同じ名称の暗号機が現れる。外務省は海軍から技術供与を受けてはいたが、暗号機型の名称を独自に採用していた。日本の外務省及び陸海軍が戦前、 戦中にかけて使用した暗号機を示す。内に、米陸軍によるコードネームを示す。外務省海軍陸軍日本、ドイツ海軍マイ陸軍は、日本の機械式暗号に対して、虹の色に由来するコードネームをつけていたが、後には宝石に由来するコードネームを採用した。また、米海軍が陸軍コードネームを利用することもある。レッド暗号、レッド。 外務省用の暗号機、A 型オレンジ暗号、オレンジ、海軍部官用の91式印キグリーン暗号、グリーン、3式海機パープル暗号、パープル、外務省用の暗号機、B 型コーラル暗号、コーラル、海軍部官用の97式印式3型ジェイド、暗号、ジェイド、海軍艦艇用の97式印式1.2型、サファイア暗号、サファイア、米海軍では、 ジャパニーズモデル3サイファーマシン、JN-73 と呼ばれるもので、3式回時期と同一の可能性がある。オパール暗号、オパール、日独海軍共同作戦用のエニグマ、暗号機米側コードネームが確認されていない暗号もいくつかある。またコーラル、ジェイド、サファイア及びオパール暗号について、メイズ暗号の総称コードネームが付けられていた。米海軍も、 独自にコードネームをつけて攻略を試みた。各暗号機を返事原理で分類した表を示す。外務省における機械式暗号の歴史は同じ内容の伝文を新旧の暗号で伝信するというミスを繰り返した歴史である。旧暗号の解読によって原文が判明したので、新暗号に対して暗号文と原文との対象をする解読が可能になった。 昭和6年10月21日に昭和天皇が海軍技術研究所を行行し暗号機も展覧視察した。その際の模様が昭和6年行行関係電気研究部に記されている。昭和20年当時第五陸軍技術研究所では暗号機及び暗号解読機の研究として民間研究者を研究職宅とした閲覧できる施設を参考に示す。 国会、国立国会図書館、昭和、昭和館図書室、開港、安国神社、安国開港文庫、アジア、アジア歴史資料センター太平洋戦争中に、米英軍は日本陸海軍等の暗号についてもコードネームをつけて解読を試みていた。これらは機械式暗号とは限らないが、ここに挙げておく。陸軍は、 各暗号書の識別符を1944年8月までは、秘匿せずに、伝文冒頭につけていた。連合軍は、その識別符をそのまま、コードネームに利用していた。陸軍暗号書、通信暗号書、船舶暗号書4桁の暗号書を二次暗号化したもので、米軍が理論解読できた初めての主要暗号である。航空暗号書、航空保安暗号書、憲兵暗号書4桁。 識別符で詳細不明の暗号書空地、連絡会時表部関用暗号書その他、JN 系列、JN ナンバーは、通信系統を間違って命名され、後に、キャンセルないし分割、統合、再ナンバリングされることがある、JNA 系列その他、ありがとうございます。